宮村あざ馬杉に生まれました。三代目は辻文左衛門助隆が継ぎ、姫路に在住する高橋安家隆助が六世を継ぎ、無外流の舞台は西に移ります。その後11代として兵庫県芦屋在住の中川紫龍真一が継いだ後、この流れを正式に無外神殿、無外流、居合兵道と名付けました。精神収容のため麻布久光寺の開祖石丹禅師に師事して禅学と中国の古典を学びます。元禄6年45歳の時、神宝無下の自在を得て大悟し、無外流と名付けました。この流儀は林崎流を源に、タミヤ流の流祖から自教流の多賀自教兼成政へとつながっていきます。本日は東京都支流会の大野義則と大沢義和が奉納いたします。